鹿児島市天文館にやってまいりました。さあ鹿児島市といえばですね、後ろに見えてますけども、4月にオープンしたセンテラス天文館、そして1年前にはライカ1920と新しいお店がどんどんと増えてきているんですが、鹿児島市には昔から続く魅力的なお店もたくさんあるんです。ということで今日はそんなご長寿なお店を紹介するんですが、中でも30年以上続くお店を3店舗紹介いたします。チャンネル変えずに最後までお付き合いください。それではいきましょう。作ってみて失敗、作ってみて失敗、そして成功になるという。名物かき氷発祥、天文館カフェのご長寿店に、もう私でやっていけるのかと思いましたね。店主は88歳、明治から愛される味のご長寿店。衝撃でした。夫婦で歩んだ31年、絶品和食料理のご長寿店、鹿児島ご長寿店鹿児島市編。さあまず最初のお店はですね、こちらカフェ彼女の家。彼女の家になる名前ですね。行ってみましょう。彼女の家に行ってくるわとか言ってね。最初にやってきたのは天文館納屋通りにあるカフェ彼女の家。いいネーミングセンスだね。さあ店内入ってきたんですけども、もう喫茶店という感じで居心地が良すぎる空間ですね。素晴らしい場所です。よろしくお願いします。創業者の井戸真理子さん、息子の和人さんにお話を伺います。このお店は今創業何年ぐらいですか？今日で40年になります。おー、すごい。はい、今日ですか？今日です。14日の、はい、6月14日。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい日に来ましたね。ありがとうございます。40年ってすごいな。カフェ彼女の家は鹿児島市新屋敷に1号店ができてからこの日でちょうど40周年でした。ありがとうございます。そしてやっぱり気になるのが名前をつけるときとかって、なんか由来とかあったりするんですか？名前はですね、どういう名前にしようかなと思ってたんですけども、うん、まあ、例えばあの彼、恋人の彼が彼女の家でコーヒーを飲むような安らぎのある時間を過ごせるような店にしたいと思って彼女の家って付けたんです。なるほど、居心地がいいと思ったらそういうことだったんですね。長く付き合っている彼女の家にいるような安らぎを感じてほしいという願いがこもった店名だったんですね。ここでそれが、そんなお店をオープンするきっかけは井戸さんが長年抱いていた夢にありました。コーヒーの焙煎をしたりデザートを考えたりというのが好きだなと思って、喫茶店をやりたいなと思って前から思ってたもんですから。もともと銀行員として働いていた井戸さん、しかし年々夢への思いが強くなり、ついに20代の時仕事を辞めお店を開くことにしたんです。夢ではあったものの、飲食業の経験はゼロで始めた喫茶店。オープン当時は相当苦労したと思いきや、何もあんまり苦でもなく、デザートを考える時とかもすごく楽しいし、ずっと前向きにずっとやってきましたので、大変さよりもメニューを考える楽しさが大きかったそう。コーヒーと手作りのケーキから始まり、ランチやデザートなど井戸さん考案のメニューがどんどん増えていき、現在その数50種類以上。しかし創業当時からこれまで続いているメニューはないそう。当時ののをずっと残してると時代に遅れてしまうんですよね。ずっと新しくしないと、老舗だからといってあぐらかいてたらもう潰れてしまいます。すごいね。次々と新しいメニューができるためお店には若いお客さんも多くやってきますが、実は創業当時からそうだったんです。彼女の家という名前ですので、あのカップルがすごく多くて、デートの場所ですごく使われてました。なるほど、デートのこうちょっとラブリースポットみたいなことになってるわけですね。そうですね。結構デザートなんかがオフオフなので女の子が喜ぶんですって。男性が女性を使うの、いろいろとその男性が食べれるものもあれば女性が好きなのもあって、まあ、一つの店で済むかなという。当時の若いカップルの間では彼女ん家に行こうが合言葉になるほどでした。そんな天文館の人気デートスポットになった彼女の家に、ある時県外からも客が来るようになる名物メニューが生まれます。何ですか？あの
かき氷のキグマっていうのを考案して、それが今お店の売りになっております。2008年、鹿児島名物のかき氷、白熊をアレンジしたキグマを考案したのです。2011年の九州新幹線全線開業で、県外からの観光客が増えることを見越して作りました。先見の明があったわけですね。黄色以外の色も考えたりしたんですか？やっぱりあの南国はやっぱりビタミンカラー、そしてマンゴー、元気の出る色っていうので、やっぱりそれを食べてるとか注文される方も増えてきてるんですね。観光客の方がすごく多かったので、もう遠くからやっぱし来てくださってましたですね。県内外の人たちに愛されるキグマ、僕もいただきます。おー、これすごいですね。またこのインパクト、すごいボリュームありますね。こちらが彼女の家名物キグマ。ふわふわの氷にキラキラと輝くマンゴーはまさに宝石のよう。いい感じ。これ量あるからやっぱりこれ彼女とかとシェアしたいですよね。そうですよ。今日は一人ですので、一人でいただきます。では季節いいね。いただきます。うん、幸せ。この大きめの輝くマンゴーがすごく滑らかで、氷の中に入ったこのシロップもまたマンゴーのいい甘さと、でも甘くしすぎてないので、この乗ってるマンゴーの甘さとかもしっかりと味わわれて、ふんわり氷としっかりした果肉と滑らかなアイス、舌触りが違うことによっていろんなマンゴーの味が感じられるので、すっごいマンゴー感、素晴らしいですね。さらに井戸さんが考えたこの夏スタートする最新作スイーツもあるんです。それがこちら、これから旬を迎えるメロンのパフェ。器までメロンの果肉がたっぷりで、ソースは一切使わず、メロンの果汁がソース代わりという贅沢な一品です。これは独占したいね。幸せですね。うん、うわあ、メロンいい甘さ出してますね。すごいみずみずしいメロンです。すっごい甘い果汁が出てくるんですね。みずみずしい。でも本当にまさに言った通りで、これだけ甘かったら下のアイスとかと一緒に食べても負けないですし、下にはガンガンとまだたっぷり入ってますので、最後までこのメロンという名のソースがたっぷり下まであるんで、これは嬉しい。最後にお店が長く続く秘訣を聞きました。時代のニーズに合ったものを作り続けること、止まらないことですね。だから作り続けることだと思います。井戸さんが40年取り組んできたメニュー開発のバトンは息子の和人さんに受け継がれます。母がゼロから作っていただいたお店で、それをまあ引き継ぐ形にはなるんで、またその新しいことに挑戦しつつですね、老若男女をいろんな方々に楽しんでもらえる店にしていきたいです。磯にやってまいりました。続いてはこちらです。明治時代から愛され続けているスイーツ、いっちゃいましょう。やってきたのは吉野町磯海水浴場の目の前にある中川ジャンボ餅屋。こちらでいただけるのは2本の串が腰に刺した刀に似ていることから、その名がついたと言われている鹿児島名物ジャンボ餅。3代目の澄子さんにお話を伺います。僕もちっちゃい頃からよく食べさせてもらってまして、お世話になってます。今おいくつでいらっしゃるんですか？88歳です。お若く見えます。やっぱりすごいですね。こちらのお店なんですけども、今創業してどれぐらいですか？147年です。すごいですよ、桁がね。お店の歴史が始まったのはなんと明治10年、創業145年。すごい。やっていこうって創業するなんかきっかけとかって聞いてたりしますか？それはちょっときっかけは聞いてはないんですけど、中川家はジャンボ屋は嫁が守るって、時代からずっと創業の詳しい経緯は分かっていませんが、
お店の創業者は中川千代さん。中川家は代々鉄工所を営んでいて、夫は鉄工所、その妻はジャンボ餅店を切り盛りするのが伝統なんです。澄子さんは23歳の時に中川俊文さんとお見合い結婚、同時にお店に立つことになりました。実の父はサラリーマンだったため、商売の仕事と縁がなく、慣れない環境でわからないことばかりでした。そんな澄子さんの指導係は澄子さんのお姑さん、2代目のてるさんでした。もうね、あの物腰の柔らかい方で、何でもわからないことは聞きなさいって、何でも教えてあげるっていう母でしたから、もうできることは私がするからっていう、子供はちゃんと育てればいいよっていう方でしたよ。すごく優しく見守るタイプの、はいはい、あーなるほどですね。明治年間にそういう方いらっしゃいませんよね。私はありがたい方に恵まれたと思います。確かに長く一緒に働いた中で怒られたり喧嘩をしたりしたことは一度もありませんでした。そんな優しいテルさんに教わり、1968年3代目店主となった澄子さん。お店も順調に進んでいた中、最大のピンチが訪れました。1993年鹿児島が大きな被害に見舞われた、いわゆる86水害です。そうか、そうですね、いそうですもんね。山が崩れて、ここまで砂が来たんです。このテーブルも全部流されました。もうじゃお店のこの高さぐらいまで、はい、土砂が入って、もう向こうは畳からタンスから全部捨てたんです。お店の被害は大きく、休業せざるを得ませんでしたが、家族一丸となって復興に力を尽くし、7ヶ月後に営業再開。まあ嬉しいですよね。またお客さんが来るからねって、おばちゃん頑張ってって、本当嬉しい言葉ですものね。それを待ってたお客さんも多かったですよね、はい。困難を乗り越え受け継がれたジャンボ餅、その味付けは一般的なジャンボ餅とは少し違うんです。うちだけが140何年お味噌使ってますけど、皆さんお醤油でお作りになってらっしゃるらしいです。そう、ジャンボ餅といえば醤油と砂糖で作ったタレのイメージですが、こちらのタレにはお味噌が、1代目からずっと変わらない秘伝のタレです。さらにお餅に使うもち米をバーナーで蒸すため、芯まで柔らかくなります。この味を求めて日本中からお客さんが、中にはこんな人も。昭和天皇の弟さん高松の宮様はいつもそこの真ん中のテーブルで毎年食べていらっしゃいます。だから俳優さんとか女優さんとかもよくお見えになってて、そういう方々がここで、はい、光栄です。本当に本当、ね、私も光栄です。もう中川家に嫁いできて幸せ、素敵にできてます。まさに鹿児島が誇る味、僕もいただきます。うわ、いい映像。さあ、名物のジャンボ餅が到着しました。やっぱいい香りしますね。召し上がりください。ありがとうございます。いただきます。わいいな、ちょっと美味しいって言うよ、これはもう美味しいんだから。うん、これだ、これですよ。美味しい、美味しい。もう何でしょう、この心に染みる美味しさ。染みついてるよね、 DNA でね。本当に柔らかいお餅の食感とちょっとこの甘じょっぱいね、タレなんですけども、この甘さもまた品のあるというか、とっても優しい甘さがあって、やっぱこのちょっとお味噌が入ってることでのこのコク深さとかなんですかね。そうですね、うん、もう皆さんご存知の通りの美味しさですね。そうです、最後にこれまでお店を続けてきて良かったことを聞いてみました。お客様が喜んで食べてくださるのがもう一番嬉しいことですよね、私にとっては。まあ今年いっぱいだと思いますけど。衝撃の事実、澄子さんはなんと今年度で店主を引退する予定だったんです。
3月。でもご安心ください、すみこさんの後はお店の長い歴史で初めてすみこさんの息子さんが継ぐことになっています。楽しみですね。やっぱお姑さんに習ったことはもうちゃんと守っていかないといけないと思いますし、仲がくね、代々続いたものですから欠かさないように、あとしっかり守っていってもらいたいと思います。中央町にやってまいりました。続いてのお店がこちら、和食ペイ。一体どんな美味しい和食があるんでしょうか。営業所よく行きますよ、和食亭。続いてやってきたのは鹿児島市都通りにある和食亭。創業者の桜井智邦さんと奥さんの恵子さんにお話を伺います。お店を今どれぐらいされてるんですか。今年で31年目になります。31年前から変わらない店名の和食亭、その由来は。あ、そうなんですね。社会人でサラリーマンやってまして、ほうほうほう、でサラリーマン、はい、旅行の関係の仕事がやってたもんですから、いろいろあちこち行ける機会があって、いろんなものを食べてきたし、海外の食べ物とかも、はい、でも最後はやっぱり和食が美味しいよねっていう。なるほど、いろいろ食べて食べて知った結果、一番やっぱいいと思ったのが、そうです、和食だったんです。いや、日本のね、やっぱり食べ物ですからね。およそ9年間旅行代理店で働いていた桜井さん、もともとの料理好きが高じ、29歳で脱サラしてお店を開くことにした時、世界中で一番おいしいと思う和食を店名につけようと思ったそうです。ちなみになんですけど、お二人は結婚とかされてたのはもうサラリーマン時代とか。サラリーマン時代に、いや、パサパサのサラリーマンとして ね、まあ、仕事してて、サラリーマンと結婚したのに。そうですね、食堂のおばさんしてます。では優しいお店始めるって聞いた時どう思いました。衝撃でした。そうですよね。しますよ。何しろ子供たちがちっちゃかったんで、ちゃんとやっていけるんだろうかみたいな、ね、まあでも若かったからなんとかなるだろうみたいな、そんな気持ちでしたね。止めたり反対するわけではなかったですね。それはなかったですね。止めるどころか夫の進む道を応援した恵子さん、そこから桜井さんは県内のさまざまなお店に修行へ。およそ5年の修行期間を経て1991年この場所にお店をオープンさせました。普通に忙しかったです。おお、すごいですね。最初から、まあ、結局近所の人たちが来てくれる、それから友人、知人、あと近所のサラリーマンの人たちが来てくれるという、毎日結構ドタバタしてました。夜の午後の1時、2時まで、夜も遅かったです。帰るのがそんな感じでしたね。創業からお店は繁盛し、そこから31年、夫婦2人で走り続けてきました。そんな和食亭のおすすめはなんと和食じゃないんです。ここでちょっと狂ってくるんですけれども、一番の人気はハンバーグが人気です。あら、なんか狂ってきましたね。一番人気はハンバーグ。その理由とは。オープンの時に子供たちが何食べたいかって自分の子供たちに聞いたら、ハンバーグが食べたい。じゃあハンバーグ作んないといけないねっていう、まあ、そういう発想から始まって、食べたいものを作ってあげたいっていう気持ちがあるわけですね。お子さんたちの声がきっかけで生まれたハンバーグ、そのこだわりは。肉のちょっと食感を、引き方をちょっと変えて、あの食感を残せるようにというには努力はしてます。粗めのひき肉と細かくひいた肉をブレンドすることで肉の粒感が残るんだそうです。それを生かすために混ぜるのも手作業で、ちょっと一人じゃなかなか大変じゃないですか。それはもううちの奥さんが交代なんですけど。あ、2人でやる。仲いい時いいですけど、喧嘩した時とかって、まあ、交代できないじゃないですか。しょっちゅうありますよ。黙ってやってます。喋らないで、喋らないで。創業以来30年2人でこねてきたハンバーグが
こちらです。ソースはこちらも創業以来変わらないデミグラス。美味しいんですよ。すごい滑らかな食感です。こう周りはしっかり焼かれてるんですけれども、ほどけ具合というかもうとろけ具合があって、でも要所要所にお肉の塊というかひき肉があるので、じわっと溶けるのプラス噛みしめるお肉感で、この上のデミグラスソースもまためちゃくちゃ、このちょっとしたこのほろ苦さもありつつコク深い味わいで、こう割って出る肉汁と混ざるととんでもないことですね。夫婦が力を合わせてこうこねてこねてこねないとできない味わいですよね。ハンバーグ以外には魚料理や丼物など和食が中心です。中でも人気という親子丼をいただきます。ハンバーグ以外食べたことないですね。確かに親子丼、もうですね、この卵の絶妙な火加減ですよね。この親子丼ってやっぱり火のこれ大事ですね。下の方はしっかりとですね火の通ったこの卵の食感があるんですけど、上の方はとろっとした味わいですよね。これ絶妙です。なんか二重の卵の層がある感じで、この卵とやっぱり一番美味しいのこの鶏肉ですね。肉にも結構出汁入ってますね。染みてるんだと思いますね。染みました、染みました。しっかりとしたこのお出汁の味わいも出てて、さすがここで和食亭だなってやっぱ思いましたね。和の力来てますね。ありがとうございます。お店の誕生から31年、これまでもこれからも夫婦二人三脚で歩み続けます。僕の力だけじゃできないんで、ここは彼女がいてくれるからなんとかなりますけれども、彼女だけの一人の力でもできないし、二人で力を合わせれば何でもできると。いつまでって言われたら、どっちかが倒れるまで、そんな感じなんですよね。